どうも、前世はもしかしたら可愛かったかもしれない、まちちゃんです。はい、あのですね、昨日私のお友達からこういった DM が来ました。あなたナチュラルメイクしたら絶対バズるよ。バズるって言われたらやるしかなくない？というようなわけで、本日私のこのいつもキャバスティックバイオレンス化粧から、本日はナチュラルスティックバイオレンスの化粧に変えていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。それではレッツロー、うんごーてぃ、あまずチャンネルって言ったものの、ナチュラルメイクの仕方が分かりません。どうもキャバスティックバイオレンスです。キャバスティックバイオレンスからナチュラルスティックバイオレンスに変えていくためには、まずインスタグラムでナチュラルメイクの検索をします。きっとうまくいくだろう。そんな感じでやっていきます。まずガム縛ります。リズムパーッとやっていきます。今日の使っていくカラコンはチュチュンのミルキーピーチ使っていきたいと思います。つけるとこんな感じ。はいはい、 OK。トゥーフェイストのボーンディスウェイグローモイスチャーアライジングメイクプラン。まあむずい、あ間違えちゃった。いつもここに出すのにさ、なんかわかんない、手のひらに出しちゃった。もう伸ばすわ。はい、次コンシーラーマック、これ多分いつも使ってるやつ。もう民族にしてこ、民族、民族フェイス。はい、民族フェイスになりました、なりました。これ伸ばす。はい、次ファンデーション、アナスイ。オッケー、こんな感じ。まあこの前も使いましたね、ドンキのフェイスパウダー。これマジでね、つけ方を知ってたのって言ってたの。まずこの濃い茶色は使わない。この2色だけでここを作るの。自分がまっすぐから見て削りたいところをなぞる。で、私さ、顔の形がこうなったのここもなぞる。横から見た時に濃くなりすぎてないかなっていうのもチェックする。そしたらおしまい。以上、シェーディングのなり方でした。ケイトのリアルカバーリキッドファンデーション、結構伸びるからこんぐらいだけのして手でポンポンする。で、目の下とかが明るい方がなんか立体感出るから、立体にしたいところをのせていくイメージで私はやってます。から伸ばす。さっき あのシェーディングが潰さないようにやってみん。アイブロウペンシル使います。03番なんだけどさ、マジで本当にいつも言ってる、眉毛は専門家じゃないから、ちょ眉毛は本当に他の人見て、もうちょいいだろ眉毛、もう今知らない、私関係ない。はい、次ユアグラム、アイブロウパウダーの真ん中のね2個使って鼻筋描くんだけど、最近はここが一番細くありたいから、ここをまず先に重点的に塗ってから、その伸びたやつで伸ばしていくって感じ。はい、こんな感じ。いいね、いいよ。ハイライト、トゥーフェイスのダイヤモンドライトマルチュースハイライター。殴られたくないのか、まず鼻ここ嫌だじゃん、ここもう無理じゃん、痛すぎるやん。で、次おでこ、もうおでこなんで殴られてみ、痛すぎて脳震盪。目の下もここは人間骨マジで薄いとこだから、ここはしっかり塗ってこう。で、次わ前歯取れちゃう。で、次ここ顎、もう痛すぎて多分顎外れるね。キラ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 、メザンヌ、こんな感じ。アイプチマーコのキティちゃんね。私さ、多分本当に薄いの似合うから、二重をちょっとできるだけくっきり二重にしたい。いつもこうなりますように。カムサーミート、カムサーミート、ボー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 、わかりません。で、涙袋いきます。ブレンドベリーってやつかな、アイブロウペンなんだけど、これめちゃめちゃいい薄さなの。こんな感じ、なめくじを完成させます。彼女は普段やらないメイクを試行錯誤を停止してる試行回路、やればできる YDK、 いつか住みたい 3LDK。 とりあえずこのまま目の毛とかをしていきたいと思います。やばい、むずいな。俺はめっちゃはい、会えた。モテそうですかね。え、待って、本当にむずいし、顔が
薄いのにすごく違和感を持ってるから、なんかゾワゾワする。私もたまにはこういう系の女子で行こうと思います。ついてこい。男の気はすごいいいかもしれないので、よかったら垢抜け術として使ってみていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、それではですね、こちらの動画が良かったよって思う方は見れたらいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。よーん、パーン、以上、まず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 でした。